こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、屋台のラーメンというお話をさせていただこうかなと思います。石焼き芋みたいな感じでね、寒くなってくると夜中って言ってもね、8時とか9時ぐらいですか、石焼き芋を焼いた軽トラックがゆっくりとね、あの声を上げながら近所を巡ったもんです。幼い頃私はあの声が聞こえたら、あ、焼き芋食べたいって言ってね、そうするとね、何回かに1回、じゃあ今日は焼き芋食べようかみたいな感じでね、まあ、お母さんが買ってきてくれて、その新聞紙に包んだ、ほんと新聞紙に包んだ焼き芋を1本2本とね、こうやって分けながら、おいしいねおいしいねって食べたもんですね。私の幼い頃は石焼き芋を車で売りに来る人、一つのね、エンターテインメントだったですね。いつ来るか分かんない、そして頼んでももらえるかどうか分かんない、焼き芋屋さんっていう風に駆け出していって、そして車を止めてくださったことがね、分かる、あのワクワク感、大きいのあげるからねみたいな感じでね、大きいのはくれるんですけども、そうすると本数少ないと、小さいのをくれた場合は本数が多い、結局同じようなね分量でくれるんですけども、私は兄がいましたんで、母と兄と私と3人でね、焼き芋を分けながら食べたもんです。その中で私は皮も食べる派だったんですけども、兄はね、皮は食べない派で、皮を分けながらやってたんですけどもね、まあ、そういうところが見えたりとか、あと当時私の父がいない時にそういうことをねしてくれたんですよ。父が夜勤に行っていない時に、親子3人でね、残された母と兄と私とで、今日は寝ようかねっていうところでね、石焼き芋って聞こえたら焼き芋欲しいなっていう時、あの時はだから、なんか家族というよりも母とこの関係だったんでしょうね、きっと。だからついつい財布の紐を緩めてしまったみたいな、子供たちの、ね、焼き芋を食べる笑顔が見たくってみたいなところがあったんでしょうね。なんか胸がじんとしますよね。じゃあそのね、焼き芋なり屋台のラーメン屋がなんでなくなっちゃったのかなってことなんですけども、これは私が知れた範囲のことなんで全部に当てはまらないかもしれませんけども、基本的に石焼き芋の方とかラーメンの方ってのは敵屋さんらしいんですよ。敵屋というと、大きな括りで言うと、まあお役座さんといいますかね、そういった家業の人なんですよ。それが時代とともに反社会勢力というね、一括りにされることによって商売が非常にしづらくなったんですよね。例えば屋台を引いてラーメンを売る、そして石焼き芋をやる、直接反社会勢力に関わっていなくても、いわゆるね、場所代ってものがあったりするんですよね。で、勝手に商売すると誰に断ってやってんだみたいなね、昭和の中頃のセリフが出てくるわけですよ。で、屋台をぶち壊されたりとか、ラーメンのね、スープの寸胴になんか汚いもの入れられたりとか、商売が台無しになっちゃったわけなんですよね。だから、まあ、上納金を払いながら商売をやっていたって形が屋台であったり石焼き芋だったりするらしいんですけども、けどそうなるといろんな問題があってね、反社会勢力に対する利益供与じゃないか、要するに協力して反社会勢力の活動を支援してるんじゃないかなっていうふうに見られちゃっているところがあるんですよね。まあそれは方便なんですけども、そういう意味で敵屋さんはお金を無理やりむしり取られたし、払ったら払ったで警察の方からそんなことするなって言われるしで、板挟みになっちゃってね、でやるのにメリットを感じなくなっちゃってね、有名な屋台街からもどん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 その賑わいが消えていったということ。それから石焼き芋に関してなんですけども、実はね、ここ1年の間にも石焼き芋、私たちの近所にも回ってきたんですよ。しかしですね、残念ながらおじさんではなくて若い女性だったです。しかも助手席には子供が2人乗ってました。まだ小学校上がる前の男の子2人、兄弟なんですよね。でその方は母子家庭で、で仕事、子供と一緒にできる仕事を探したらとりあえずこれしかなかったと。だから助手席に2人乗せてね、石焼き芋を売って歩いていると、なんか泣かせるじゃないですか。でも助手席に子供2人乗せるのは道路交通法上問題がありますんで、まあ長くはできないでしょうね。であとやっぱ遅くもなりますしね。まあそういった感じでだんだんやる人も変わってくるし、事情も変わってきたと。
いうことがあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからやっぱりね、はっきりとした敵屋じゃなくなりました。お盆とかお正月に、それから縁日、夜店に屋台を出す敵屋さんが、何もない時はああやって石焼き芋を売ったりとかね、ラーメンの屋台引いたりっていうところがあったらしいんですけども、まあ、いわゆるね、敵屋さんがそういうところに入っていけなくなった、要するに屋台を引く人がいなくなって、この文化がなくなっていきつつあるということなんですよね。そしてもう一つ大きな問題があるのは、あの石焼き芋を買った時とか屋台のラーメンで物を食べた時ってレシート発行されないでしょ。要するに課税逃れということで、国税からもね、いろいろと嫌がらせを受けているんですよ。まあ、嫌がらせっていうのは私たち庶民からの立場の言葉なんですけども、きちんと売上に対する課税をしてくださいよ、商売してるんだから、そもそも届け出出してくださいよっていうところにも来るわけなんですよ。まあその辺が曖昧なのが、ああいった屋台文化のいいところ、いわゆる昔でいう闇市がね、発展して現代に生き延びてきた形が移動式闇市、つまり屋台だったと思うんですけども、それもなんかね、時代とともにできなくなっちゃったという悲しみがあります。あとは竿竹売りとかもね、最近なくなっちゃいましたし、まだまだやってるところあると思いますけども、どんどんねやり手がいなくなってきました。その代わりに出てきたものは何かというと、合法的な訪問販売なんですよ。まあ非合法だというつもりはないんですよ、敵屋さんも。ただ今はね、あの K のワンボックスにお豆腐屋ですって感じで名前を書いて豆腐売りに来るんですよ。1丁200円とか300円の豆腐です。実は熟成さんにその豆腐屋さん の, あのマネージャーがいらっしゃってですね、やり方をいろいろ教えてくれたんですけども、基本的には車は貸します、ノウハウ貸します、商品も一時買い取りなんだけども、商売が終わった後1日の終わりに買い取りますみたいな感じで、手ぶらでできる商売なんですよね、あれは。でも本当にやる気だけという形です。そして出た売り上げは基本的には半々で持っていく、まあ4ブロック部とかになりますけども、半々ぐらいです。まあ、ですので売上的にはだいたい2万5千円から3万円1日であれば、まあまあいい日当になるかなっていうところで、時間的自由とか回る地域の自由とかっていうのがあるんですよね。しかも売上はちゃんとカウントしてレシートを渡してみたいにきちんとしてるんで、まあ警察の目も行き届くし、であとはね、逆に反社会勢力が関わらない時代になってきたんで、諸話代を払う必要もないので、まあ気持ちよく商売できるらしいんですよね。まあその代わり他の業種と同じので、軽トラックが被んないようにしないといけないっていうね、なんか緩い縄張り意識ってあるみたいなんですよ、ね、どこどこの会社さんがこの地域は回ってるから、そこを避けていこうねみたいな感じで後発組は決めてるらしいです。まだまだね、車の台数が足りませんので、バッティングするところほとんどないんですけども、最近は徳島丸っていうのが出てきたんで、あれがライバルになるんじゃないかなというふうに言われてますけどね。という感じでね、いろいろとそのラーメンの屋台のことをお話ししました。まあ基本的には、あの敵屋さんが合間にやってるんで、まあ同じ人がね、花山さんまた来てくれたみたいなね、同じ人が売りに来てくれたってことがあったみたいですけど、それは本当に貴重な例でね、あの旅から旅への旅ガラスだったりするわけですよ、うん、だから岡山で商売がいまいち寒いなと思ったらね、やっぱりある程度売れないとそこで商売やっててもしょうがないですから、だから他の地区に移ったりとか商売買いしたりっていうので、基本的にはね短命なんですよ。で、売り上げが順調に上がりだすと、今度はあの管理職の方に回されるので、現場免許を持ってトラックで回るじゃなくて、あの廃車って言ってね、どこに何台車を行かせるかみたいな、そんなね係になったりとか、あの部下の指導育成になったりとかするんで、やっぱり現場を離れるんですよ。つまり売れなくても長くは入れないし、売れたら売れたで役職が上がっていくんで現場にいないしみたいな感じで、貴重な縁でできてるんじゃないかなっていうのが、その全体像というふうに私は理解しております。まあでもね、本当に反社会勢力って言っても、暴力団は確かに怖かったりするんですけどもね、ドンパチやったりとか民間人に流れ弾撃ったりとかね、最近でもね、なんかそういう組があって、なんか重い判決が出てましたけども、でも末端に行くと、ドンパチとは関係なく、利権とは関係なく、ただその日の商売を真摯にやることがしのぎとされてる方がいて、そういう方が大多数だったんですよね。でも暴力団新法をはじめ、その他のね、暴対法条例などで、実はそういうふうな私たちが非常に身近でね、やり取りしていたビジネスマン、商売をやってる人、いわゆる男はつらいの寅さんみたいな人は、もうやってはいけなくなっちゃったのかもしれませんね。なんとなく寂しいような気もしますし、これが私たちの求めていた
令和という時代、未来だったのかなと思うと、いささか、じくじたる思いがありますよね。まあそういう意味でね、商売っていうのは形を変えながら今に至り、そして未来に続くのかなと思います。でもう一つ別の例を申し上げますと、まあ、私はね民謡三味線をやってもう5年になりますけども、まあ舞台が今ねなくなっちゃってできていかないんですよ。口々に今回のことが落ち着けば、感染症が落ち着いたらまたやろうねってことになりますけども、落ち着くことはないですよね。そして今更なんですけども、ある特定の会場に人を集めてチケットを売るっていうモデルはもうかなり古くなっちゃってね。で先日ライブをやったんですけども、ライブでコンサートやったんですけども、500名以上の方が、ね、見に来てくださったと。通常リアルな会場ではありえないですね。200名が関の山だったんで。でも緩い告知で一発やったら500人集まるみたいなね、インターネットのライブの力、まざまざと感じて、いろいろとここから可能性が出てくるんじゃないかなと思いましたけども、やっぱりね民謡三味線の世界はある一定の年齢の方がされている、そんな世界です。ですんでね、いやインターネットで誰が見てるか分かんないのに、それはなかなかできないよねってことになっちゃって、なかなか参入してくれないんですよね。でも最も商売をやってるもの、舞台をやってるものとして残念なのは、誰も買わない、誰も見ないってことだと思うんですよ。それこそね、誰かが見てくれるなら、それがどんな僻地でも最高の舞台を演じるのが役者であり芸人なのかなというふうな意識もありますしね。その辺も辛いですよね。ということでね、今回はね愚痴のようなストーリーになってしまいました。まあでも敵屋さん、ラーメン屋さん、あの辺から来るとね、私もちょっとね話したいことができちゃったなってことでございます。はい、じゃあ豆知識として今回の動画の方はご利用ください。では、いってらっしゃい。